こんにちは、ダイスです。今回はまだ取得していないスキルを入手しに行こうと思います。ということで、何回かスキルを入手する回作ってるんですけど、絞り込みの機能の中にある特技系、まだね埋まってないところがありますので、この中の多分一つ埋まるんじゃないかなっていう、ここ目指してやっていこうと思います。多分なんですけど、ここに関してはダークドレアムなんじゃないかなと思うので、ダークドレアムを入手しようか迷ったんですけど、私今持っているので、ダンジョンの中で入手するのがスカウト率が悪くて難しいです。ということで、配合して作っちゃおうと思います。で、ダークドレアムの配合方法だと、今いるモンスターだとちょっとね足りなさそうなんですよね。なので探しに行くところからスタートさせていきます。ダークドリアムは、デスタムーアとラーミアと、神様とリュジオの4体配合になってます。で、今いるので言うと、多分ダークドリアムを作るために必要なデスタムーア、あとラーミアいますね。そっか、前回入手したからラーミアも OK で、デスタムーアも入手したので OK で、あとは神様が、神様も入手しなきゃダメかも。作ってもいいかもしれないですね、神様。この子がいると入手がちょっと難しい気がしますね。あとは竜神王も今いるのでちょっと難しそう。この2体は作った方が早いかもしれないです。なので、とりあえず神様作りましょう。神様作るのか神様を作るためには、オルゴデミーラとスライムエンペラー、オルゴデミーラはいますね。この子使っちゃいましょう。あとはスライムエンペラー、スライムエンペラーいなくない、そこは入手してこようかな。これで神様はいけそうです。で、もう一体、一個ずつ調べながらやるの難しい。あと竜神王は、光の番人と竜王、光の番人と竜王、竜王いなくない、いないね光の番人って2体いたかな。あ、いないかもしれない。1体作ってるんですよね。捕まえてくる。ちょっとそれも、いたな、光の番人。よしよし。で、竜王がいないのか。竜王はちょっと入手しましょう。じゃあこの2体を入手して、とりあえずダークドレアムの必要モンスターを捕まえてきます。めっちゃ時間かかりそうな予感。とりあえずスライムエンペラーからなので、前回いたから入手しとけばよかったですね。 A ランクの層から行ってみましょう。スライムエンペラーが A ランクにいるし、竜王は、SX のところにいますよね。オルゴデミーラでも使うのか、ちょっともったいない感じするけど、しょうがないかな。スライムエンペラーが一発で出てくれればいいんだけど、いない。マスタースライムとかになっちゃってるかな。じゃあこの辺倒してスライムエンペラー出していこうと思います。倒すぐらいだったらね、この中だと簡単なので回していきましょう。いや、前回いたのにねいる時に入手しとけばよかったです。出るかな。違う。しょうがないですね。出るまでちょっと回しましょう。でもその前に竜王が入手できるかもしれないので、出たり入ったりした方が早いかもしれないですね、これは。ということで、 A と XS の層を行ったり来たりしてやってみましょう。いるいる。竜神王でね、入手できればいいんですけどね、ちょっとね、いるモンスターだとどうしてもスカウト率が悪くなっちゃうので、多分こっちで作っていってあげた方が早いと思うのでやります。すごい久しぶりに竜神王とか作る。さて、 S サイズだし一発でいけるんではないでしょうか。比較的ちっちゃそうな感じの子になりました。よし、 100% きたきた。これで竜王は入手。
とはエンペラーだけですね。なんで A の層に一回出てから回ってみたいと思います。え、待って、ラプソーンとかいる。ラプソーンこれ入手したらいいんじゃない。そしたら1個埋まるかもしれない。まさかのラプソーンを発見しました。前回出なかったのに。多分ね、ラプソーンのスキルの中にいないと思うんですよね。まさか。あ、やってしまった。ここで出す、それ。あー、またやり直しだ。ドルマゲスとかがいるから作ろうかなって思ってたんですけど、やらかしましたね。やってしまったか。オルゴネミーラももしかしたらサクッといけるかもしれないんで。やるだけやりましょう。もうせっかくだったのに会心の一撃を出してくるっていうね。あまり出ないんですけど、普通にこの攻撃で良かったんですよ。さっきせっかくラプソーンに出会ったのに。そう、1時間粘っていなかったから、もうしょうがない、作ろうと思っていた矢先のだったんですけどね。半分いけるかな。あ、ダメか。もう一回やってみますか。半分くらいだったらね、ゴブゴブなんでいける可能性が。あ、もう一回やってみようか。ただ50%まではね、落ちないと思う。あ、お、そんなに落ちる？あれ？お肉でいける？じゃあしょうがない、一匹いるんで。もしかしたらでやる予定だったんですけど、これいけそうな予感。ダメかな。 30% の。あ、来た来た。お、オルゴデミーラとスライムエンペラーまだいないけど、神様作るのに1体残せますね。これは嬉しいな。私狙ってるの全然違うんですけどね。もうしょうがないですね。じゃあ一回戻ってスライムエンペラーを探します。やっと出ました。スライムエンペラーはいないはずなので、多分1回でいけるんじゃないかな。なんかさっきみたいに会心の一撃とか出なければいけるはず。会心の一撃はやめて。あー、もうなんでこうなるんだろう。せっかく出てくれたのに。やっと取れるかもしれない。あ、 100% だ、よかった。よし。ということで、神様と竜神をとりあえず作るという感じですね。スライムエンペラーと、そう、途中で捕まえたオルゴデミーラ、これで神様を作って、帝王をつけるとオルゴデミーラスキルね。一応怖いんで出てくるやつは全部入れます。あるはずなんですけどね。今回はもうスキルを入れるためなので、モンスター特有の持ちスキルは入れときます。で、この子は、レベルをねサクッと上げるだけなので、100まではね入れなくてもいいはず。じゃあ次は竜神王はさっき捕まえてきた竜王と、あとね、なんだかんだだ出てしまった光の場に。これ大きさ19なんですよね。ちょっと待って、大きさ8 4 19。でかいのにしよう。はい、これで竜神王のスキルと、あとゴッドブレスがあるから、それは残そう。こんな感じかな。はい、これで竜神王で、この子も一応入れといて、これでレベルをとりあえず上げて、で次の配合ですね、4体配合やっていこうと思います。またおいで。なんだかんだと時間がかかってもやっぱり配合も楽しいですね。はい、レベル上げてきました。これで
また配合が間違えるのすごい嫌なので確認します。いいんだよね、デスタムーアとラーミンはとりあえずいいんだよねこれで埋まるかな、埋まらなかったらすごい悲しいんですけど、デスタムーアとラーミア、ラーミアいた、デスタムーアいた、でどっちか一体作っとく、デスタムーアにしとく、ラーミアの方がいいかもしれないけど、3つね、はい、よし、これで1回 OK で、この子を入れとく。はい、次は手持ちに入ってた神様と、竜神王、この子たちを使います。手持ちに入ってない子はもう配合でねちゃんとしてるので、この子は残しとくと、こっちだね、多分だね、この子を、もう分かりにくいんで竜神王にしようかな。こっちはオルゴデミーラも入れてある、竜神王、オルゴデミーラ、帝王はいいかな、神様スキルいる、まあ、なんかいらない気がする、何でもいい気がするんだけど何でもいい気がするけど、まあ竜王スキルを入れておこうかな。今回はねスキル埋めるだけなので何でもいいです。一回配合しておいて、でさらにレベルを上げてこの子たちを配合してダークトレアムを作ります。はい、再びレベル上げてきました。これでスキルが埋まるかどうか、これ本当に埋まらなかったらどうしたらいいですかね、すごい悲しいで終わるのかなダークトレアムありましたね、あーよかった、マークがついてるってことはないスキルだったんですよ、よかった、やっと1個埋められました、めちゃくちゃ時間かかったあの何が一番時間かかったって、エンペラーですね、スライムエンペラーがいないからっていう、いやーこれで埋まりましたね、確認しましょう。残りのスキルというかどこが埋まったんですかね、ダークドレムって下の方だったのかな、スキル表を確認します。特技系の、あ、こっちが埋まってる、一番最後だったんですね、ダークドレアム、さすがエスタークよりも上なんだ、なのに今作弱いとなると悲しいねはい、神様、エスターク、ラーミア、竜神王、神竜、ダークドレアムの順で埋められました。そうなると、え、ここはって感じですよね、これラプソンな気がするんだよな、倒しちゃったけど、次回はね多分ラプソンだと思うので、ラプソンのところ埋められるように頑張ろうと思います。ということでやっとね、え、残り3つだった空いているスキルが残り2つになりました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!